2年目になりましたけれども、この歌を持って、あちこち今日出ていただいてる出てくれる方の何人かもこの歌を一緒に歌ってます。で、看護師だけではなかなか全国に広がりませんので、いろんな方にお願いして、一緒にこれを歌ってもらおうというふうなことで進めている歌であります。今日 CD 持ってくるの忘れてしまいました、ね、2階のタスの物産館で売っておりますのでね、ついていいなと思ったらぜひ、真似して歌ってやってください。じゃあNHK で花は咲くっていう素晴らしい歌が流れてますけれども、あれだけではない、今の現状というのを少しみんなに見てもらってもいいのかなということで作った歌です。花は咲く。原子の灰が降った街にも変わらぬように花は訪れ、もぬけの殻の寂しい街で、それでも草木は花を咲かせる。花は咲けども、花は咲けども、春を喜ぶ。人はなし、毒を吐き出す。土の上、恨めし悔しと、花は散る。異境に追われた人のことなど知ったことかと浮かれる東京、己の電気が招いた悲惨に痛める胸さえ持ち合わせるか。花は咲けども花は咲けども春を喜ぶ。人はなし毒を吐き出す。土の上恨めし悔しと花は散る。3年、5年、10年消えない毒に人は戻れず、ふるさとの花恋焦がれて異郷で果てる日を待つのか。花は咲けども花は咲けども春を喜ぶ。人はなし毒を吐き出す。土の上恨めし悔しと花は散る。花は咲けども花は咲けども春を喜ぶ。人はなし毒を吐き出す。土の上恨めし悔しと花は散る。
という歌でございました。あ、なかなか言うとでしょう、そこに言うのもあれですけど。じゃあ、本当続々と出演者が集まっておりますので、看護師作業局にしたいと思います。1回目ですね、何回回ってくるかですね、この分だと2回ぐらいしかできない。